諸君、こんばんはです。中学3年生。ね、いよいよですね、y イコール ax の事情の今日は y の変域についてちょっと勉強いたしましたね。それと、次回からちょっと統一対策も入んなくちゃいけないので、今回二次方程式のね、復習もちょっとだけやってきました。まだね、二次方程式定着してない人ほんの少しいるんだよね。これなんとかしておかないと、ね、これやばいっすよ。ぜひね、なんとかしてほしいなというふうに思います。ね、この動画でまたチェックね。で、新入会の人がですね、やはり学校が遅れてると見えて、やっぱりできてない人が多いんですよ。ぜひ、ね、ここを今やってるようではですね、本来断然遅れてですね、もう11月は土曜日もね、学校に行って勉強しなくちゃいけない、そんなような状況になってしまいます。ですのでね、まあよくある話なんですよ。でもね、なってしまいますので、まあとにかく先取って頑張ってほしいなと思います。まだやることいっぱいあるんです。私立の試験のね、前にね、そうです。私立といえば今日はですね、白鴎高校、足利、白鴎大学附属ね、白鴎高校足利行ってきました。で、富田校舎人気なんですけど、実は富田校舎は平成6年、あと2年後ですか、平成6年に新しい校舎が、現在の、中学校、白鴎中の敷地内に今建築中でございましてですね、できるんでございますですよ。それで新しく、また新しくなるというね。でも本校舎の方に戻ってくるということではございます。ね。新しくなります。白鴎高校ね。綺麗にまたなるんだろうね。すごいっすよね。どんどん綺麗になってますね。はい。白鴎高校行ってまいりました。ね。いろいろな情報を今集めています。現在行ってるのが桐生第一高校。一度は最初に行きましたね。樹徳高校。昨日行ってきました。そして白鴎高校。今日行ってまいりました。あとね、3つぐらい、この後、来週、再来週と行く予定でございます。そして、10月の23日にはですね、保護者様用の、進学説明会。そこでいろいろな情報を、諸君に、教えて、情報を発信していきますので、よろしくお願いいたしますね。でも、その前に成績を上げないとダメなんですね。上げていくことを一生懸命考えていこうね。はい。では、y イコール ax の事情。y の変域はという形でございます。まず、y イコール x の事情という放物線を、まあ、軽く書いてね。軽く書いて、x がマイナス1以上4以下だったら、さてさて y は何以上何以下になるんですかっていうことなんです。で、x がマイナス1ってどこの状態かっていうと、ここなんですね。x がマイナスの1の時に y はいくつになってるかというと、マイナス1を入れればいいから、マイナス1の事乗ですよね。ハムハム、プラス1ですよね。そして4を入れるんです。x に4を入れると4の事乗ですから、ふむふむ、16ですよね。それで、普通だったら今までは小以上大以下で、1以上16以下って書けばいいんだけれど、これはなんと放物線なのよ。放物線なので実は一回へっこんで、それから上がってんのよ。0という数値一回取ってくるんですよ。最小値の0を取って、それからまた上がる。なので実はこれは y は0以上を16以下というのが正解になるんです。面白いですね。一回下がる。0を最小値取ってから上がって16まで行く。こういうことなんです。今度は、下位に開いているグラフは、一回上がって下がる。こんなような状況ですよね。さあ、y イコールマイナス2分の1x の事情です。で、マイナス4から1まで、マイナス4の時入れてみましょう。マイナス2分の1かけるマイナス4の事情ですよね。ですので、マイナス2分の1かける16ですよね。マイナス8って出てくるので、ここマイナス8です。ここからスタートして、0を通って1まで。なので、1を入れた時に y はマイナス2分の1かける1の事情ですから、y はマイナス2分の1ですよね。ここマイナス2分の1なんです。でも、マイナス8以上、マイナス2分の1以下じゃなくて、
最大値は1回0を取ってきてちょっと下がってるので0が最大値ということでマイナス8以上を y は0以下と書くような形になって x の変域が0をこうやってまたいでいるとき、0をまたいでいるとき、とっても注意して、最小値か最大値の0を取ることになるので、気にしてね。ここ大事なとこなんです。こんなのをやりました、今日ね。そしてその後、二次方程式の解き方を復習として確認をしていったわけでございます。さあ、これも見ていきましょう。まず解の公式、ここダメダメでしたね。解の公式 x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b 次乗マイナス 4ac 整理しましょう。ここの a は1です。ここの b は3です。ここの c は1です。入れます。 x イコール 2×1 分のマイナス3プラスマイナスルート3の次乗マイナス 4×1×1ですよね。 2a 分のマイナス b プラスマイナス b 次乗マイナス 4ac いいですよね。となると xy イコール2分のマイナス3プラスマイナスルート9マイナス4ですので、2分のマイナス3プラスマイナスルート5、これ何もなんないからこれでおしまいですよ、こういうことであります。次です。A が 1B がマイナス 4C がマイナス14ちょっと大きいね。 X イコール 2×1 分のマイナスマイナス B マイナス B ねプラスマイナスルート B 次乗マイナス 4×1× マイナス14というねこんな流れです。と X イコール2分の4プラスマイナスルート16プラスマイナスが2つかかるからプラスになるんだね。4×14、56。x イコール2分の4プラスマイナスルート72。x イコール2分の4プラスマイナス 36×2 だから72はね、6ルート2ですよね。6ルート2。さあ、ここ来てみてください。ここ来た時に、2と4と6なので、これ約分ができるんです。ここ注意ね。約分ができるので、2で割って、x イコール2プラスマイナス3ルート2。こんな形になりますよ。では、4番の括弧1はどうでしょうか。これは実は、解の公式ではなさそうです。工夫してやるんだけれど、3、3、3。3という約数を持っているので、1回3で割ります。x の2乗マイナス 3x マイナス18ですね。3パ24、4、3、1が3ですね。となると、かけてマイナス18、足してマイナス3。これは因数分解できました。6、3、18ですね。x マイナス6、x プラス3イコール0ですね。だから、x はプラス6とマイナス3。6、マイナス3という形になりましょう。さあ、最後の問題です。これは整理してイコール0にすることが大事ですので、整理してイコール0にしましょうね。x の次乗プラス 7x。さあ、マイナス10を持ってきますよ。プラス10、イコール0。わっ、これ簡単でしたね。かけて10、足して7ですから、2を10でいいですね。x プラス2、x プラス5、イコール0です。ですので、x がマイナス2とマイナス5。こんな感じで出てくるわけですね。ちょっとね、文章題がありましたので、ちょっと一個だけ紹介しておこうかなと思います。文章題をちょこっとやりましたね。その紹介をここら辺でちょっとしてみましょうか。大小2つの正の整数がありますよ。2つの整数、大と小です。そして差が4ですよというね。大小2つの整数があって正の整数です。これがあって差が4って書いてあります。差が4なんですよ。小さい方を x としてくださいって書いてあるので、小さい方を x とします。すると大きい方は4差があるっていうことだから4大きいっていうことなんですね。ですので大きい方は x プラス4ということなんです。かけたら、実は60になるって書いてある、この問題。
x と x プラス4をかけたら60になりますよ。こんな式をね作ってくれればいいんです。さっきと同じようにして開けてイコール0にしてあげます。 x の二乗プラス 4x マイナス60イコール0ですね。そしてもう因数分解できるんだよって思いながら頑張ってやってみてください。かけて60、そして差が4ですね。これね、60を素因数分解してみましょう。30です。2と30では4が出てきませんね。入れ割ります。15、 4×15、 これも11とかだね出てくるのがね。3で割って5です。これが12と5、これでも7とか出てこないね。そしたらですね、違う組み合わせだから真ん中と端っこ同士になるよね。と6と10、ほら来た、差が4ですよ。かけて60ですよ。ですので x プラス10、x マイナス6イコール0とこうクリアにね。ですので x がマイナス10と6で、今ね正の整数って言ってるから x は正だから、だから x イコール6っていうことが分かりました。ということは x が6っていうことは、ちっちゃい方が6だから大きい方は10、足して4をね足して10だよね。だからアンサーは小さいのが6で、大きいのが10ですよ、というのがね、こんな答えが出てくれればOK なんですね。それでは翔くん、さあいろいろ2学期始まってバタバタしましたが、さあこれから本気入れてね頑張ってまいりましょうね。はい、そして少しずつねまたね、あの新入会の方も増えてますので、何としても新入会の方焦ってくださいよ。それから、それ以外の方ね、負けないようにして、新しく入ってきた人に負けないようにして頑張っていこう。そして切磋琢磨してみんなで上げていこうじゃありませんかね。ではね、頑張りましょう。